阪神大震災の時の思い出、幼稚園児だった私は、明け方にふっと目が覚めた。勝手に枕辺のランプがついていると、気づいて、消そうと手を伸ばした。ランプに手が届いた途端、突然家全体が揺れ始めた。大地震だと思っていたら、突然横から引っ張られて布団に転がった。隣で寝ていた父が、勢いよく上に覆いかぶさって、大丈夫だからな、と守ってくれた。だが当時体重が80キロオーバーの、おしら様並みの父の下に、ちっこい幼稚園児が敷かれたわけである。そっちの方が大丈夫じゃなくて、苦しさのあまりもがいていた。父は私が怖くて、逃げようとしていると思ったのか。怖くないからな、お父さんが守る、と叫んでさらにプレス。幸い、私が平べったくなる前に、揺れが収まってくれたので助かった。父はその後、母に叱られた。先日、婚約者を連れて行ったら、父がこの出来事を彼に話して、俺のように全力で娘を守ってやってくれ、って言ってた。そしたら母が、でも、ぺったんこ寸前にするくらい、守らなくていいわよ、って婚約者に微笑みかけたら、父はしょんぼりしていた。